ゴロワースというタバコを吸ったことがあるかい。ほらジャンジャマンが死んだの中で吸ってるやつさ。ゆるゆるのレインコートの襟を立てて短くなるまでやつは吸うのさ。そうさ、短くなるまで吸わなきゃダメだ。短くなるまで吸えば吸うほど君は3000万通りの近くを歩いているだろう。コロワスというタバコを吸ったことがあるかい。一口吸えば君はパリに一通り。たとえそれがすごく小さなことでも何かに凝ったり狂ったりしたことはあるかい。例えばそれが肉じゃがいでもアンティークの時計でもどこかの安いバードのウイスキーでも。そうさ、何かに凝らなくてはダメだ。そうさ、君は無駄に年を取り過ぎた。できることなら田んぼの頃に戻りたいと思ったの。そうさ、全てのことが珍しく、何を見ても何をやっても嬉しいのさ。そんな風な田んぼを
じゃあ本日も3発連続ドド忘れだろ、もはやそれがドド覚えなんだよね。今日は入るやろ、今日はもうドド忘れっていうワードだけは忘れへんなってますけどね。覚えててください。めちゃくちゃ忘れた時ドド忘れ、ドド忘れ、いやー、ドド忘れやなみたいな。今日もドドグルーヴしておりますけれども、ね、いや、もう一度紹介、風子マリエ、そして篠山岸をお帰りなさい、お気を見つかりなさい。2人は50年友達ですよ。君は16で僕20歳。そうです、本当にもう初めてフルセット。そうですよ、ね、バンドでね。今までだから散々チットインしたり邪魔したりそれも散々だから、もういろんな家族構成を見たりとかね。そうですね、でだからバックスマニーと俺事務所一緒やったよ。そうでしょ。そう、それでだから俺ちょっと最初のソロ出した時ね、バックスマニーと俺で、あのブランチ、ブランチ、ブランチ、ブランチの名前を出してくれる。くれるんです。彼持って逃げた。そうや。当時のね、マネージャー作りましたね。一緒にツアーやったりして、で、あの、ファーク、一部俺、だからリズムセクション一緒やったからな、俺のバットと。そうそう。ジョニー吉永と。ランチョと、で、ナンバー。ナンバーもいたんだけど。ナンバーいた。ブーチャーチューって言ってたから、ナンバー。そのままそうやった。去年のこととか全然覚えてないんですけど、このコンロのことよく覚えてますよ、もうね、これはすみません、昨日のことはどど忘れ、昔のことは覚えとる。なんか紹介したビクターでいいからやろうよ。キーワード一つ、私たちの喋り出したら止まらない。50年分時をたまに飛んでるからね。次はニール・ヤングの曲だね。あ、そうや、そうだよ。